東アジア各国の食材でトッピングします。納豆は大豆を微生物で発酵させた食品です。世界にたくさんの発酵食品がありますが、大豆を発酵した食品は主にアジアで作られます。日本で人気の納豆は強い粘り気が特徴で、栄養の豊富な健康食品として知られ、納豆の名前は世界共通の単語になっています。でも納豆の匂いと粘り気を嫌う人も多く、日本でも西日本地域の人たちは納豆嫌いが多いようです。では、材料の方を説明していきます。まず今日はね、冷凍うどん使います。一玉です。トマトですね、1個、キムチこちら適量です。で、納豆1パックですね。小ネギこれも適量です。で、今日はね、温泉卵を使います。調味料なんですが、今日はね、簡単にということなので、めんつゆのですね、ストレートタイプを使います。で、ブラックペッパーとラー油ですね、こちらお好みです。では作っていきます。はい、ではね、材料の方カットしたいと思います。トマトですね、こちら今日はね、半分、使おうかな。で、ここね、ヘタを取ります。で、これはもう普通にですね、半割れですね、こういう感じで切ってもらえば OK です。はい、これをね、じゃあ使いたいと思います。続いてですね、納豆の方ですね、こちら、今日はね、ひき割り納豆っていうね、小さくね、こうカットしてあるやつをね、使います。で、タレはね、今日は使いません。こういった感じで置いてもらって、ここを掴んでですね、まっすぐこう取ればですね、取れますんで、はい、はい、こんな感じで取ります。で、これをですね、ボウルの中に入れてもらいまして、50回かき回します。これはね、数えてもらってもね、全然大丈夫です。これでね、今50回になりました。こんな感じにね、白い糸を引いてます。これ以上かき回すと、ね、硬くなります。これぐらいがね、ちょうどいい感じのね、粘りが出てます。トッピングに使います。はい、続いてね、うどんの方いきます。今日はね、冷凍うどんなんですが、僕はですね、凍った冷凍うどんをですね、水に入れて、それから火つけます。そちらの方がね、コシのあるうどんはね、いい感じにね、溶けます。で、ある程度ばらけたら、氷水で冷やして、それをね、使います。はい、ではね、沸騰するまで待ちましょう。はい、今ね、こんな感じに周りにね、泡がね、出てきました。でね、ある程度こうやって外れてきます。そうするとね、軽くこう混ぜてください。そうするとね、全体的にこう混ざります。で、うどんと同じぐらいのね、水の量でひたひたでやるとですね、結構ね、早く沸きますのでね、早くうどんが溶けます。もうちょっと待ちます。はい、ではね、こんな感じにね、周りが沸いてきました。はい、こう見てください、いい感じにね、溶けてきました。これでね、ザルで、お湯を切って、氷水で冷まします。はい、今ね、こんな感じになりました。これでね、ちょっとね、軽く混ぜていただきまして、うどんをね、冷やしてください。水を切ります。
盛り付けていきたいと思います。結構ねこれお腹いっぱいになるかもしれませんが、ストレートタイプのめんつゆでやってます。なので簡単にね家でもできますのでね、ぜひやってみてください。取り付けまして、で真ん中にですね今日は温玉を入れたいと思います。こんな感じですね。これ好みでいいんですが、ちょっとねピリ辛にしたいので今日はねキムチを入れます。その後ですね、ネギを入れます。こちらの方もですね、お好みで。で、ブラックペッパーなんですが、これもね、お好みです。で、ここで、そうめんつゆですね。これをね、ゆっくり、ストレートタイプなので、これぐらいにね、しっかり、貼ってもね、大丈夫です。で、最後に、これもお好みなんですが、ラー油をね、こうかけまーす。こちらの方ね、お好みで、入れてもらったらいいんですが、納豆なんですが、こちらね、好き嫌いありますのでね、こう、自分のね、お好みの量をね、入れてください。僕はね、好きなので、納豆全部入れますから。これでね、完成になります。暑い夏にね、最適なんでね、ぜひ試してみてください。本日はトマトと納豆だれのピリ辛冷やしうどんの作り方をご紹介いたしました。今日のポイントはですね、納豆はですね、ひき割り納豆を使った方が美味しく、仕上がると思います。あとですね、調味料なんですが、めんつゆのね、ストレートタイプを使った方がね、美味しいんじゃないかなと思います。ラー油とブラックペッパーで調整してもらって自分のお好みで作ってもらえればいいと思います。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。